はい、こんにちは。今回は怪物王者や KO キングを KO した4人のボクサーを紹介いたします。ジュリアン・ジャクソン。角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離より少し近い力のフックに強烈な破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。WBA 世界スーパーウェルター級王者マイク・マッカラムは3度目の防衛戦に凄まじいパンチ力を持つジュリアン・ジャクソンを迎えました。アマチュアで240勝したマッカラムは距離を取りつつ、左ジャブや左ボディをうまく使い、ジャクソンをうまくさばきます。2ラウンドになるとマッカラムはガードをしつつ打ち合いに応じ、左フックを合わせてジャクソンからダウンを奪います。その後マッカラムは5度目の防衛戦で元 WBC 世界ウェルター級王者ミルトン・マクローリーを KO し、6度目の防衛戦で元統一世界ウェルター級王者ドナルド・カリーと対決します。アマチュアで400勝したカリーとテクニシャンのマッカラムの一戦はレベルが高い攻防を繰り広げますが、5ラウンドにマッカラムがカリーの打ち終わりを狙います。マイク・タイソンは1980年代にボクシング界を無双し、世界最強と恐れられ、KO の山を築きました。誰もが恐れるタイソンを、下の階級、クルーザー級時代から狙っていたのが、リアルディール、ホリフィールドでした。The Real Deal, Holyfield. 1990年にタイソンがダグラスに敗れ、また、刑務所に収監されたことでなかなか実現できなかった対決でしたが、ホリフィールドは辛抱強く待ち、1996年11月についに龍虎相打つこととなったのでした。獰猛に襲いかかるタイソンに対し、ホリフィールドは他のボクサーとは違って真っ向から受けて立ち、6ラウンドに左フックを合わせダウンを奪います。ホリフィールドの予想外の前線に観客たちが奇跡が起きると感じ始めた時、ホリフィールドの連打が炸裂し、タイソンが棒立ちとなりました。続く11ラウンドにホリフィールドは人類最強の男を再び滅多打ちにし、リアルディールを証明したのでした。
Alexis Aguayo. Ruben Olivares. Ruben Olivares. Ruben Olivares はデビューから23戦連続 KO 勝ちを続け、ミスターノックアウトと呼ばれました。デビュー3年目に連続 KO が途切れましたが、すぐに連続 KO を始め、2年半で30もの連続 KO を積み重ねました。バンタム級時代から KO の山を築いてきた王者ルーベン・オリバレスに、当時無名だった若きアルゲルが挑戦いたしました。王者オリバレスは中盤から猛アタックを仕掛けますが、背が高く手足が長い挑戦者はミスターノックアウトの猛攻を耐え、時には反撃を試みました。12ラウンドまでポイントで負けている22歳の挑戦者アルゲリョは、13ラウンドにワンパンチで逆転いたします。オリバレスを破った後、アルゲリョはフェザー級に続きスーパーフェザー級とライト級の王座も獲得し、後の世界王者となる弱冠20歳のレイ・マンシーニの挑戦を受けるのです。20戦全勝のマンシーニはブンブンと呼ばれた強打を力強く振るい、15の KO を積み重ねていました。ウィルフレド・ゴメス。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスは、アマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO したのです。その間スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、全て KO 勝利という記録も残しているのです。32勝 32KO、 1引き分けの KO キングゴメスは、1階級上の WBC 世界フェザー級王者サルバドール・ファンチェフに挑みました。戦前の予想ではゴメス有利でしたが、ファンチェフは距離を巧みに操り、接近されても慌てずに左フックのカウンターを合わせ、初回に KO キングからダウンを奪います。強打のゴメスはパンチを打ち続けますが、サンチェスの技術に阻まれ、逆にタイミングのいいパンチをもらい、戦前の予想とは違いサンチェスのペースで試合は進んでまいります。迎えた第8ラウンド、 KO キングの攻撃を見切ったサンチェスは
本来のアウトボクシングとは違い、強引に攻め立てながらカウンターを狙います。KO キングを KO したサンチェスは9度目の防衛戦に、後に名王者となる若き日のアズマー・ネルソンを迎えます。ガーナ出身のネルソンは桁外れのスピードとパワーを持っており、13戦全勝の戦績を誇っております。王者サンチェスは距離感と防御感に優れながら、スタミナとタフネスさも兼ね備えており、アフリカの野生児と呼ばれた危険な挑戦者と時には打ち合いを選択するのです。